止まろ。王の腰下に毒が侵入するなど。紫結界で止まりました。我が国最高の守りを。そうやすやすと待ってください。宝物殿にも侵入者。再収録解除されました。名与竹様、やりました。回収をお願いします。わかったのだ。おお、見える見える。火はほとんど沈下したみたいだね。昨日の夜、鬼たちが大代理を攻めたんだって。天使様の屋敷を襲うなんて大したもんね。おーい、みんなひどい。町の人に話聞いてる間に行っちゃうんだもん。ごめん、マモ、都の様子を見たかったんだ。はあ、それにしても都って大きいわね。鬼に襲われた次の日だっていうのに、もうお店も開いてますしね。そうなのよ。私の村なんか雨が降っただけでお店休んじゃう。何かわかった？お昼くらいに鬼ヶ島へ行く船があるそうです。よし、鬼ヶ島目指して出発。おーし。お腹空いちゃった。そうですね、朝ごはんにしましょうか。だったら向こうで美味しそうなきびだんご売ってたよ。きびだんご食べよね。きびだんご。やだ、なんできびだんごなのよ。せっかく都まで来たんだから、なんかもっと美味しいもの食べよう。無駄遣いするのもなんだから、きびだんごにしようか。へえ、わーい。じゃあ私買ってくるよ。ねえ、鬼ヶ島ってどんなとこかしらね。なんでも名与竹って女が鬼たちを仕切ってるらしいぜ。あの、竹から生まれたっていう？なんだか、桃から生まれた桃ちゃんと似てますね。そうなの。その子に会えばわかるかもしれない。私が一体何者で、どこから来たのか。竜の首の玉を盗んだのも、世界征服のためなのかね。竜の首の玉は、強い魔法エネルギーを秘めてるんだ。それを何かに利用してることは確かなんだけど。それにしても船遅いわね。そうですね、どうしましょう。せっかく都に来たんだし、たまにはいいもの食べようか。そうそう、あたしいいお店知ってんだ。仕方ないの。じゃあついてきて、超美味しいものを食べさせてあげる。おお、飯飯。おかしいな、この辺のはずなんだけど。あ、早くしてくれよ、腹減って死にそうだぜ。うるさいな、もうちょっとだから我慢してよ。地図間違えてんじゃないの。それにこの本ちょっと古くありませんか。へい、うるさいうるさい。あったのよ、ラブラブなカップルの集うおしゃれでリッチな五つ星のレストランが。50年前には確かに。え、俺たちがバカだった。その美味しい店というのはまた今度ということにして。素敵ディアブルの美味しいお店なのに。しかし、すごいところに来ちまったな。あ、都があんなに遠くに。あ、食堂見っけ。今回はここで済まそう。食った食った。騒いだ騒いだ。美味しかった。あら、どうしました。どうしたの。ちょっとしっかりしてよ。どうやら食中毒のようですね。お腹のあたりに悪い気を感じます。一体何が悪かったのかな。私たちは平気なのにね。お前そんなに体弱かったっけ。僕はデリケートなの。あの店の親父、変なもの食べさせて高い金踏んだくりやがって。文句言ってきてやる。でもあれだけお店をめちゃめちゃにしちゃいましたもの、行きにくいですね。美味しかったしね。これでは鬼退治どころではございませんわ。
こんな時こそ点数を稼ぐチャンス。まあ看病ならこのキジメ様に任せておいてよ。助けて、花話しいたくないよ。ちょっとどういう意味ね。えそういうことは私やお犬ちゃんに任せて、キジメは都見物でもしておいでよ。何よ、私が看病するとなんかまずい。いや別に深い意味は。なーに、私に任せりゃサルモネラ菌だろうがハナモゲラ菌だろうがイチコロだい。お前がイチコロだったりしてな。全然シャレになってませんね。じゃあさ、みんなで看病しようね。せっかくのチャンスを逃してなるもんか。お犬は問題じゃないから、まずモモをなんとかしなくちゃ。じゃあちょっとモモちゃん、おかゆ見ていてください。はい。おいモモ、あっちでサルキチが呼んでるぞ。あ、なんだろう。サルキチ、サルキチ、サルキチ、どこ。悪いなモモ、この機会に点数稼がせてもらうぞ。あら、キジメさん、ももちゃん見かけませんでした。さあ、トイレにでも行ったんじゃないの。おかしいですわね、おかゆ見ていてって言ったのに。あららら、ももも困ったやつだな。仕方がない、おかゆは作り直しましょう。ちょっと待った、お犬、病気の時はおかゆもいいけど、やっぱこれだろ。卵酒ですか。でもそれって風邪の時とか。いいんだよ、酒は万病の薬なんだから何でも効くって。じゃあ私はあっちのコンロでお粥を作りますから。ん？なんだよ犬、やけに嬉しそうじゃん。え、そんなことないですよ、ちゃんとした台所で料理するの久しぶりだし。こいつ結構手強いかも。おっと、手が滑った。あら危ない。うわ、ちょっと大丈夫だ。大丈夫ですか。卵酒作ったよ。お粥作りました。もう少し待ってみて、来なかったら。来たぞ。こう、最新鋭戦闘艦だぜ。大きいな。さあ、早く船着き場に急ぎましょう。そうだね、どっかで時間でも潰そうか。じゃあさ、海で泳ごうよ、海で。そうだな。サルキチか、ほどかすなよ。何ぼーっと見てんだよ。バカ、そんなんじゃないよ。照れるな少年、ほらあっちもいいぞ。いやいや違うって言ってんだろ。ほら、なんだ、手振ってるぞ。知らないな。おーい、なんだあんなにはしゃいで。大丈夫？死ぬかと思った。あれが鬼ヶ島へ行く船ですね。ありゃ、皇軍の最新鋭戦闘艦だぜ。急がないと乗り遅れちゃうかも。そうね、早く着替えましょう。いや、ちょっと待ってよ。はい、早く早く。わあ、たくさんいるな。
お前たち、鬼ヶ島征伐隊参加者か。征伐隊？違うのならあっち行け。どうしよう。よし、俺が。あんたみたいな力バカに任せておけないわよ。ここは私に任せておいて。いや、ここは僕が話してみるよ。すいません、僕たちも征伐隊のものなんですけど。本当か？そんなチャラチャラした格好でか。武器は？武器…兵隊さん、見くびってもらっちゃ困ります。この人こう見えても大魔導士級大型特殊の免許も持ってるんですよ。大魔導士級？はい、彼の機嫌を損ねない方がいいですよ。わかった、もうすぐ出発だ、早く乗れ。大丈夫かな、あんな電話稼ぎ行っちゃって。大丈夫大丈夫。キジメさん、お願いします。よし。なんだお前は。あらお兄さん、いいとこ。私もこんな大きな船乗りたいな。どうぞ。みんな、いいって。ラッキー。なんだかな、プンプン。サルキチさん、お願いします。なんだ。俺もこの船に乗りたいな。何？身分を証明するものとか持ってるか。びっくりした。乗っていいってよ。まあ、いいか。出航する、怒りを上げろ。鬼ヶ島へ向け発進。正義とか善とか一種類ではなくてな、一方に都合の良いことがもう一方には不都合なこともあるのだ。八九さん、お覚悟を。今の国王に国王を名乗る資格はない。これでいい。八九、何をしておるのじゃ。鬼の餌の時間でしたので。おお、そうか。元気にしておったか。今日はいいものを持ってきてやったぞ。鬼鬼。この玉を組み込めばもっと自由に動けるようになるのだ。鬼ヶ島まではまだなんだろう。やけに警戒が厳重だな。注目！みんなよく集まってくれた。私が征伐隊隊長であり、この船ライドー丸の艦長勝負ナズナである。あいつ女だぜ。今回の目的は巨大鬼を破壊することである。巨大鬼？我々が入手した情報によると、巨大な戦闘からくりで今までの鬼たちとは比べようのない破壊力を持っている。こんなものが攻めてくれば我が軍も苦戦を強いられるであろう。よってこちらが先に奇襲をかけ、死亡者の名与武と八九を逮捕する。以上。何か質問は？なんで女と一緒なんですか？何？女の下で働けるかってんだ。互いに女はいらねえ。そら！はい、ここにも女がいるぜ。女、蹴りやがれ。桃から手を離せ。この子の王子様ってわけか。
まあまあ、国王様の船の上で揉め事もなんですし、ここ一つ控えてくださっては。うるせえ。ありがとう。よーいぬ、かゆい俺が食ってやろうか。私が食べます。もう胸が苦しい、気分が悪い、俺も病気になったみたい。じゃあ邪魔にならないように布団引いてその辺で寝てれば。え、仕方ないですね。猿吉さん、おかゆ食べます？食べます食べます。さあさあ、いっぱいあるからどんどん飲んでね。そんなに飲めないよ。何言ってんの、薬薬いっぱい飲んでパーッと治しちゃいな。はい、あれ、どこ行くの？キジメさんがあんなもの飲ませるからです。何よ、私が悪いっての？まあまあ、お二人さん、喧嘩はおやめなさいって。うるさいね。ももはどこ行ったんだ。お腹すいたな。じゃあ、おかゆもらおうかな。はーい、じゃあ、私が食べさせてあげます。いや、自分で食べるからいいよ。ダメです。はい、あんして。あん。よ、キジメ、俺が卵酒飲んでやろうか。なんであんたに飲ませなきゃいけないのよ。ち、いてててて、胸が苦しい、気分が悪い、俺も病気になったみたい。じゃあ邪魔になんないよ、布団引いてその辺で寝てれば。あ、ごめん、ちょっとこぼしちゃった。あら、いけない。はい、これで拭いてください。ほらほら、ベタにもついてますよ。あ、ちょっとくすぐったいよ。あ、逃げちゃダメです。だって、そんなとこ触っちゃダメだって。気持ちいいな。うらー、いつまでもイチャ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 しててね。あっ、キジメさんが暴れたりするからです。何よ、私が悪いっての？まあまあ、お二人さん、喧嘩はおやめなさいって。うるさいね。ももはどこ行ったんだ。お腹すいたな。薬が出てきたよ。キジメのはどんな薬なの？これはね、じゃじゃーん、中国4000年の神秘かどうか知らないけど、幻のドラゴンスッポンの生き血だ。結構高かったよ。なんか浮いてるよこれ。気にしない気にしない、これで病気なんかイチコロよ。これを飲むの？うん、グッドグッド。
ん吐いちゃう。キジメさんがあんなもの飲ませるからです。あんなものとは何よ。あんなものとは、おもはどこ行ったんだ。お犬ちゃんのはどんな薬なの。私はですね、じゃじゃーん、幻のゴールデンガマガエルさんです。いやーん、それはどうすんだ。ガマの油知らないんですか。ガマの油って塗り薬じゃねえか。この場合は飲まなくちゃいけないかも。うさん、はい、どうぞ。うさん、気持ち悪いのはわかりますが、病気を治すためです。はい、はい、あーたら誰だって気分悪くなるよ。ようやく口に逃がしです。ちゃんと飲んでたら効きました。さあどうだか。効きました。桃はどこ行ったんだ。女で悪かったな。冗談ですよ、冗談。ちょっとからかってみたんです。生きのいいのは構わないが、揉め事は勘弁してくれよ。ごめんなさい。敵者、この海の真ん中で。出ました、カイマです。分からなかったのか。真下からでした。登ってくれた。あれ、花火かな。え、どこどこ。なわけないって。いや、すまんの。ちょっとぶつけちまってよ。まあ珍しい亀温泉ですね、これ。亀温泉？修理にしばらくかかります。急がせろ。温泉会に修理代を請求しておけ。いいお湯。亀温泉は入ることはおろか見ることすらかなわない秘湯中の秘湯なんですよ。362まで数えたよ。あんた結構子供っぽいよね。
そう、あの木が邪魔で見えねえ。見るなって。お湯加減はいかがですかな。ちょうどいいですわ。近頃不景気でお客が少なくて困っとったよ。へえ、やっぱ入浴料3万円は高いかの。高いですね。あとよろしく。さよなら。あれ、みんなは。お客さん、お金は持ってるんでしょうね。え、ここただじゃないの。あれ、ももは。さらばもも、お前の犠牲は無駄にはしないぞ。なんで置いてきちゃったんだよ。みんなひどい。あいつ泳げたっけ。
治癒魔法で。なんでこんなとこに女の子が。ほれ集中を解くな。ほも、うむ、なかなかの腕じゃ。ますます気に入った。ここは、この子は誰。私の白桃丸は。あった、わかった。おー、いい刀を持っておるな。あなた、この刀のことがわかるの。刀のことはよく知らんが、強い霊力を感じるぞ。鬼の良いエネルギー源になるかもしれんが、竜の首の玉を手に入れてしまったからもういいのだ。もしかして、あなたが鬼ヶ島のナヨタケ。さよう、わらわがナヨタケじゃ。じゃあ、ここは鬼ヶ島なのか。あれがわらわの城じゃ。なんかイメージが。そんなことより祝言の準備じゃ。ちょっと待って、なんで君と僕がいきなり祝言をあげなくちゃいけないんだよ。喜べ、そなたはわらわのお婿さんに選ばれたのだ。どうなってんの。おーし、じゃあ早いとこ式あげちゃおう。おに、ちょっと祝言、祝言決まってんだろ。ここはあの子の機嫌を取っておいた方が後々都合がいいと思うんだ。だから本当に。あ、当たり前だろ。それよりナヨタケに聞くことがあるんだろ。あ、そっか。僕には好きな人がいるんだ。もう浮気をしたのか。浮気。僕がこんな目に。モモ、ナヨタケに聞きたいことがあるんだろ。あ、そっか。ナヨタケちゃん。わぁ、なんじゃ、引っ張るでない伸びる。私は不思議な大きな桃から生まれたの。あなたは竹から生まれたって聞いたわ。私たちはどうしてそんなものから生まれたのかしら。一体どこから来たのかしら。この刀は私と一緒に桃の中に入っていた私の唯一の手がかりなの。そんなこと言われたって、わらわは小さいからわかんないのだ。ただわらわは普通の人間たちよりはるかに良いおつむをもらって生まれてきたのだ。お前だって何かすごい力を持っておるのであろう。見せてみるのだ。どうして世界征服なんかするのさ。世直しのためじゃ。詳しいことは八九に聞いてくれ。八九。それより祝言なのだ。なんだ、あれを見て。鬼、わらわの鬼じゃ。どうして外に。やれ。どうした。我々はこれから修羅の道を行く。ひとかけらの情けも不要だ。邪悪を証明してみせろ。貴様の親を殺せ。危ない。よくやった。使って都を襲う気だよ。なんか止める手はないの。そんなこと言われても。早くしないと都が大騒ぎになっちゃうわ。分かったのだ。二人して怖い顔するでない。ナヨタケ、君の力を貸してくれ。このままじゃ都が大騒ぎになっちゃう。惚れた男の頼みじゃ。鬼太郎、鬼次郎、船の用意じゃ。鬼
ですね。大丈夫、元気で生きてるって。なんだなんだ、何が飛んでるって。主砲、1番2番回せ。射撃用意。そんなものこの鬼には効かぬわ。カバン鬼、本館に向け降下してきます。おもかち、左舷確保、任意に射撃。目指すぞ、雑魚には構うな。冗談じゃないわよ、まったく。うわなんだ。おい、みんな無事か。怪我はない？大丈夫だよ、キジメは。私も大丈夫。急がないと都が危ないのよ。はい、ごめんなすって。はいはい、急ぎましょう。もう大丈夫、怪我はない？んなことやってる場合じゃないでしょ。ほら、行くぞ。ナヨタケ、頼む。任せるのだ。ナヨタケって、まさか。話は鳩だ。
私の心はあの時すでに鬼に食われていました。これでよかった。私は自由だ。タケちゃんのこと、あれでよかったのかな。こんな奴らに構うな。国王だ。国王を始末するのだ。何？うるさい。なんだこれは。うっ、うわっ、うわっ、重い。ありがとう、キスメ。人が座れる。ハチくん、何をしておるのじゃ、こんなところで。ほら、飲め。どうしたのじゃ、痛いのか。大きい子が泣くのはおかしいぞ。大きな力は人の心を狂わせるのか。許せよ、ハチくん。あ、ナヨタケちゃん。みんな！うん！はっ！はぁ！うん！おぉ！やけにやけねえな。これからなのだ。え？何これ。成長プログラムがいじってある。多分ハチクの仕業じゃろ。この先どう成長するのか、わらわにもわからん。危ない！危ねえところだったぜ。目覚めなさい。気づきなさい。感じなさい。どうした、桃。桃！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 あなたは死なないわ。ただ解放と再生を繰り返すだけ。
あなたはこの不浄の地で自らの罪に報えるのです。覚えてる？え？好きな人がいるって誰誰？あのね、モモ。先輩だよ。何やってんだよ。もう抜け駆けしたな。あ、いや違うよ。これはその。おバカすんじゃねえ、この野郎。あれでいいと思うよ。思わないのだ。あ、マヨタケ、どうしてここに？あんな退屈なとこ嫌じゃから出てきたのだ。出てきたって。それにそっちとは夫婦なのじゃ、一生離れないのだ。夫婦？何言うんだよ、まだ主演あげてないじゃないか。可愛いお嫁さんね。あんたロディコンだったの？みんな、あー待って、僕の話を聞いてくれ。信じらんな。ち、あのお猿が邪魔だな。猿吉、猿吉。なんだこんな時間に。ちょっと外で涼まない？え？いや、なんか用があるんだろう。うん、あのね。の、なんだこれ。うわ！おいこら、君、これ一体何でもあげた。知らないの？病気にはこれが効くのよ。もう聞いたことあんなって、それは風に当たった時じゃねえか。それじゃお大事に。え、おいこら、戻れこら。邪魔者は消えたし、これでゆっくり。失礼します。私が温めてあげるからね。華奢な体しちゃって可愛いな。お、結構胸はでかいぞ。って胸。あ、やめてください。なんだよ、二人ともこんな時間に。私は朝まで添い寝して差し上げようと。私も添い寝、添い寝。あなたのそれは4倍です。何よ、かまととぶっちゃって。あんただって一緒じゃん。一緒じゃありません。と犬、そろそろあんたと決着をつけなきゃいけないよね。そのようですわね、きじめさん。さあ、どちらの看病を受けるか、二つに一つ、ここではっきり決めてください。さあさあ、今回はきじめにお願いしようかな。なんて、はあ、頑張ってくださいね。なんだこりゃ。悪霊退散の儀式。嘘つけ。いらっ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 。
とりあえず今回はお犬ちゃんにお願いするよ。はい。バカ、後悔しても知らないからね。じゃあ私の回復魔法とびっきりのやついきますね。お手柔らかに頼むよ。いきます。ほら、言わんこっちゃない。ちょっと張り切りすぎちゃいましたわ。えへっ。本当にごめんね。私たち早く病気が治ってほしくて、だからごめんなさい。いや、二人とも一生懸命やってくれてるよ。お連れさんの具合はどうかね。はあ、それが…そうか。そういや、町外れのお屋敷におかしな蘭学者が住んでおって、どんな病気にでも効く薬を持っておるって聞いたことがあるな。本当ですか？うさんくさい話じゃがな。よし、ちょっと行って薬をもらってこよう。ちょっと待ちなさい。あの屋敷には化け物が出るっていう噂もあるんだ。どうってことないよ。行こう、お犬。はい。おい、こら、待ちなさい。ありゃ、あんたこんなところでどうしなすったね。ちょっと連れの者とトラブルがありまして。もう、決めたら絶対とちめてやるんだから。ほらほら、大丈夫かね。とりあえずご飯食べさせてください。大変。なんだよ。あ、ママ今までどこ行ってたんだよ。僕いろいろと大変だったんだぞ。ほやごやり、大変だよ。食べるか喋るかどっちかにしろ。今ここの中井さんに聞いたんだけど、キジメとお犬ちゃん化け物屋敷に薬をもらいに行っちゃったんだって。なんだって。ここですね。行こう。失礼します。なんだか気味の悪いお屋敷ですね。なんだこりゃ。宿の主人の言っていた化け物ですね。これはやっぱりただのお屋敷じゃありませんよ。化け物の噂が本当ってことは、薬の話も本当ってことじゃん。こりゃ望みが出てきたぞ。こんにちは、どなたかいらっしゃいませんか？勝手に入っちゃうよ。誰かいませんか？おーい。こんにちは。おーい。すみません。こら、うちぶっ壊しちゃうぞ。骨折り損かな。誰もいませんね。地下室だ。ええ、ここか。あ、何これ。なんかゲロゲロって感じ。これが蘭学ってやつか。ちょっと違うような、新しい学問なんでしょうか。なんだかかわいそう。お前たち何をしている。ごめんなさい。おかしな蘭学者ってのはあんた？キジメさん、失礼ですよ。あなたが有名な蘭学者さんですね。おかしな蘭学者で有名なセンブリだ。じゃあセンブリさん、早速で悪いんだけど、あんたが持ってるっていうどんな病気にでも効く薬くんない？あの、もちろんただとは言いません。できるだけのお礼はさせていただきますから。いいだろう、薬はやろう。本当ですか？その代わり、私の手伝いをしてもらうぞ。はい、喜んで。お茶、飲むよな。はい、いただきます。案外いいやつじゃん。キジメさん。なんだ、美味しいじゃん。あら、本当。お前ずるいよな。ここだな、二人が薬をもらいに来た屋敷ってのは。行きましょう。スカートのお前、そこに横になれ。こうですか？
おいおい、なんだこりゃ。私の手伝いをすると言ったろ。今から腹を切って私の作った人工臓器を移植する。よくお話がわからないんですけど。まあ言ってしまえば実験台だな。うまくいけば手足などもどんどん取り替えていって、君らは神の想像を超えた新たな生命体となるのだ。じゃあお腹切って手足を取り替えるってことは手足も切っちゃうってことで。ごちゃごちゃうるさい、始めるぞ。いやー、観念しろ犬。体を取り替えてもらって何でも治る薬ももらって、なんか一粒で二度おいしいって感じ。だったら吉部さんがやってもらえばいいんです。いやー、私そういうの向いてないし。安心しろ、そっちも後でやる。冗談じゃない、誰が。うるさい。なんてかわいそうなことを。何、私が作ったものだ、どうということはない。違うだろう、人間だって神様が作ったもんだけど、今の私は私のもんだ、神様のものじゃない。あんたなんか変、超ムカつく。はにゃ、なんやか体がひびれてきたろ。薬が効いてきたな。くひゅ、さっきのお茶なんだ。初めて見た時から分かってた、お前たちはただの人間じゃない。その通りだ、舐めてると痛い目に遭うぞ。いじめさんちっともかっこよくないです。腹、あらひもひびれてきました。アメムチトルネード。痛い痛い、ろうそく貼り付け。熱い熱い。危ないからやめておけ。クヒュー、キジメ様最大のピンチ、アラヒのピンチ。いやー、頼るかねえの。ここか。ちょっと待って。んだよ、ブスブスしてる場合じゃないだろ。二人の周りに結界が張ってある。なんだって、あれか。このままじゃ二人を助け出せないわ。魔法であの装置を壊して私が切り込むから。行きます。キジメ、オイヌちゃん。ああ、バカ。ガーハッ。もう結界か。だから待ってって言ったのに。なんだお前たちは。助けに来てくれやらね。あれか。チャーン。行きます。きつくな、病み上がりだ。ほらそこ、イチャイチャしない、脱出するわよ。そうはさせん。くそ、キリがない。よし、キジメ、僕と魔法のタイミングを合わせて。わかった。やっと一人前だな。行くぞ。了解。よし、お犬ちゃん、僕と魔法のタイミングを合わせて。はい。はっ、またまた。だけよ。かねひな。さて、どうしちゃおうかにゃん。とりあえず、ひびれ薬飲まへて、ベッドにくくりつけてくすぐっちゃうとか。ひょっとして、どんな病気でも治る薬にゃの。
やったー、これさえいただけば。表情際悪いろ。よこきいいよ。あら、また海で溺れちゃって。仕方ないだろ、すっごいやらしだったんだから。で、誰よこの子。祝言ってどういうことですか。まったく喜び里の大変やつな。竜宮城の四姉妹に鼻の下伸びてます。一方、竜魔王の世界沈没計画、次回ダンシングブレード勝手に桃天使、竜宮城の陰謀、実現するかはみんな次第よ。いろいろあったけど、キジメとお犬ちゃんには感謝しなくちゃ。いろいろあったけど、キジメとお犬ちゃんには感謝しなくちゃ。はい、あーん。もう少し病人でいようかな。いつまで病人やってんの。そろそろ出発しよう。でもまだちょっと無理だよ。助けてよお犬ちゃん。またあの食堂行こっか。勘弁して。ところで猿吉さんはどうしちゃったんでしょうね。おーい、誰か助けてくれ。おーい。